今回は明治の文化の5回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。今回まずは自然科学の分野ですね。一番上です。医学を勉強していましたね。破傷風血清療法を発見したり、伝染病研究所を設立、さらにペスト菌の発見もしています。ではこの人物は誰か。答えは北里柴三郎ですね。ではその下です。同じく医学を勉強していました。この人は赤痢菌を発見しています。ではこの人物は誰か。答えは志賀清と言います。では次ですね。薬学を勉強していました。アドレナリンを抽出、他にはタカジアスターゼの発明をしています。ではこの人物は誰か。答えは高峰常吉と言います。では次ですね。オリザニンの抽出、オリザニンといったらこの人、答えは鈴木梅太郎ですね。ではその次です。 Z 号を発見したのは誰か。答えは木村久志と言います。ちょっと読み方難しいですね。ではその次です。原子構造の研究で有名な人物ですね。答えは長岡半太郎と言います。では最後ですね。地震計を発明しました。答えは大森房吉と言います。この自然科学の分野なんですけども、この例えばオリザニンとは何ですかとか、そういう問題は出ません。ですから誰が何をしたというのを最低限それぞれペアで覚えてくれたらいいかなと思います。ではその下ですね。人文科学に行きます。でこの人物は発表した論文の内容を新統科などが攻撃しましたですね。あとこちらが有名ですね。岩倉使節団の記録、米欧回覧実記というのを編纂しました。ではこの人物は誰か。答えは久米国武と言います。それでこの発表した論文の内容なんですけども、どういうことを発表したかというと、神道というものは古来からの風習や儀式であって宗教ではないですよと、そのような内容を発表したんですよね。ですからこの神道家などにかなり攻撃をされました。その人がこの久米国武ですね。今回はここまでです。ありがとうございました。